この吹奏楽という楽器もどんどん進歩しておりましたけども、これからお送りしますのは、フェントンと同じイギリスの作曲家、グスターブ・ホルストっていう方、有名な方がいらっしゃいます。特に有名な曲では、惑星ですね。惑星という曲を書いておりますけども、その方が吹奏楽のために書いた曲の中で、吹奏楽の第1組曲、第2組曲というのがあるんですけども、1911年、明治44年、間違いないですね、はい、明治44年に作曲された作品で、これほど多くたくさんの演奏会でこう用いられている曲もないんじゃないかというぐらい、世界中の吹奏楽団がですね、素晴らしい作品としてコンサートで取り上げております。日本でも本当に何度も何度も取り上げられて、いろんな指揮者、いろんな解釈でこう演奏されている曲の一つだと言えます。この第2組曲と言いますので、中身はですね、第1楽章がマーチ、第2楽章が無言歌、第3楽章が鍛冶屋の歌、第4楽章がダーガソンによる幻想曲というなっておりますけども、まあ、非常に芸術性が高くて、だからこそ何十年経っても吹奏楽界でも演奏され続けている素晴らしい作品の一つです。今日はあれです、JBA の皆様の目の前にこのホルストの憎みをやってしまうという、私たちも非常に緊張するところでありますが、ユーフォニアムの第一人、三浦徹先生の前で、ユーフォニアムソロが出てくるんですけども、うちのユーフォニアムプレイヤーも非常にプレッシャーを感じているんじゃないかというところでもありますが、さあその辺も踏まえてお楽しみいただけたらと思います。それでは、第一部の最後の曲になります。グスターブ・ホルスト作曲の、吹奏楽のための第2組曲です。Thank you.
いかがでしたでしょうか。1911年、明治44年のイギリスではもうこういった音楽が演奏されてたわけですね。さあ、それではこれ今後第2部に移ります前にですね、およそ10分の休憩とさせていただきます。お手元の時計で約次15時5分開始にしたいと思います。よろしくお願いいたします。